私の誕生日にもこんなパーティーができたらいいな。その時はアイナさんにもお祝いしてもらえると嬉しいです。たふん来いよっていう圧が今。皆さんこんにちは。ただいまのアイナトーン、時刻は2023年9月28日木曜日の午後0時46分です。そして今日は住民のアイダホさんのお誕生日でもあります。おめでたい、おめでとうございます。では本日のその他のお知らせです。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。お、久々。どんなお客様が遊びに来られたのか、お会いするのが楽しみですよね。それでは本日も楽しい一日になりますように。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、あれだな、何気にアイダホの誕生日よりもキャンプサイトの方が楽しみなんだが。わーい、アイナくん話しに来たよ。今日は何をして遊ぼうかな。やりたいことがいっぱいあるからなかなか決められなくって。たぞ。そう、一日一日短いよね、マジで。風強いな。お、レイジくんもおるやん。やっほー、アイナ、久しぶりだな。こうやって話すのはいつぶりだ。おめえの姿はたまに見かけた気もするが、意外と話せないもんだな。誰か今ポーズ決めた音が聞こえた気がする。別に用がなくたっていつでも声かけてくれていいんだぜ。ってか、お、なるほど、横でも。お、どうしたってか。お話ししよう。アイナが今着てるその服、ずいぶんといいセンスしてるじゃねえか。おお、何、みんな鍛えるのすごいね。そういや、ちょうどいいもん持ったな。おかしな目柄なんだが、俺のお気に入りのシャツだ。おめえにやるよ。おめえが着る服のテイストと似てるし、アイナにぴったりだと思うぜ。本当に合ってる？おかしなって言ったよ。あ、でもおかしい。おかしいが、おーやったけん、ちょっと風情ある感じ。おめえにはいつも世話になってるしよ。これは俺のほんの気持ちだ。疲れるの早くない？ちょっとヒュージ君、受け取ってくれってか。あざーす、ちょっとつけてみよう。どんな感じ？絶対テイスト違うやろ。なんなん、バカにしてる？え、バカにしてます？びっくりなんですけど。アイナさん、しばらくお話できなかったですね。今日は話しかけてくださってありがとうございました。なんだかほっとしましたよ。みんな健康的だな。いやー、見た目普通にただただおかしいよ。そう、アイダホへのプレゼントを私は買おうと思って。もうラッピングペーパーは手元のなかったんやっけ。まあ、手持ちになければ買うか。いらっしゃいませ、ませたぬき商店ようこそ、ようこそ。ラッピングペーパーなさそうやね。やっほー、まあお久しぶり。何度か見かけた気もするんだけど、用がないと意外と話せないものね。両脇に両脇に豆粒を従えている。私の方は特に用事がなくても気軽に話しかけてくれていいのよ。素敵ね。なんか雰囲気も相まって本当になんか従者を引き連れているかのような。あら、どうしたの？素敵ね。話しに来たよ。これだけテイストの違う商品が集まっているのがこのお店の魅力よね。おかげで私たちいろんな商品を買えるんだし、素敵ね。ねえ、いい感じだわ。じゃあ、あの時計プレゼントに選んでいこうかしら。ねえ、私のお家にも置いてある。てか時計めっちゃでかいよね。今改めて見て思ったけど、どうしよっかな。まあ、オレンジにするか。いや、とりあえず1個でいいです。いつもちまちま買っていく。んで、あ、ごめん、めっちゃ押しのけた。今めっちゃ地球儀見よったのにごめんね。そちらの商品はトイのウォールクロックでございます。お値段は5040ベルとなっておりますが、いかがでしょうか。結構なお値段、買います。毎度ありがとうございます。5040ベル、間違いなく頂戴しました。なんか現実ではさ、自分の部屋に一応壁掛け時計あるんやけどさ、間違えた。包むんだ。でも正直、時計ってさ、
もうスマホで事足りるけん、壁掛け時計、時計切れ、時計じゃないわ。壁掛け時計、電池切れたまんまさ、普通に飾りとして置いてあるんよね。もうなんかただのデザインが気に入っとる、絵画的な感じよね。あ、ここだここだ。あ、でも一応ベッドの枕元にはデジタル時計置いとるな。弱いな。来てくれてサンキューな。ほら、早く仲間に入れよ。中から。マミーさんがお祝いに来てんだな。別に期待してるわけじゃないけど、もしかしてプレゼントとかあったら、おいら嬉しいぞ、中から。あるよ。ちゃんと買ってきたぜ。ラッピングもして。やったー、早速開けていいか？あれ？トイナウォールクロック？はは、これもう持ってるぞ。あったっけ？もしかして普段家に飾ってました？オイラの趣味が分かってるなんて、やっぱりお前はマブダチだな、心。マブダチだな、の心。すごいなんか前向きに捉えてくれる、ありがとう。プレゼントサンキューな。大事にするぞ、の心。なんなら二つ並べてかけてくれてもいいよ。今飾っとったりとかはせん？まあ普段のものは全て外されてるのか。オイラの誕生日、お前にも祝ってもらって感謝してるぞ。へへ、友達ってやっぱいいもんだな、な心。そう、アイダホにあっとる系統やなって思うよったけど、そっか、持ってたか。なるほどね。次の誕生日までにオイラゴルフでメジャーデビューするぞ。って言っとけば夢が叶うかもしれないからな、な心。まあね、夢はちょっと、ちゃんと外にオープンにするといいとは言うよね。アイナさんもいらっしゃったんですね。これでお誕生日会がもっと楽しくなりそうです、タフン。ルンルンですね。アイダホさん、とってもいい顔してますね。アイナさんが来てくださったおかげかもしれませんね、タフン。いえいえ、そんなことは。私の誕生日にもこんなパーティーができたらいいな。その時はアイナさんにもお祝いしてもらえると嬉しいです、タフン。来いよっていう圧が今。こんなにチヤホヤされるとヒーローになった気分だな、な心。まあまあ、誕生日はね、その人が主役の日なので、楽しんでくださいまし。そして私は、キャンプサイトに行くよ。お、帰るんだな。へへ、今日は楽しかったぞ。お前からもらったプレゼント、すげえ嬉しかったよ。ありがとな、な心。ごめんね、かぶって。でも現実でもそうよね。その人の趣味にさ、なんかあまりにもぴったりすぎても、そりゃ、本人も買っとるよねっていう感じのあるよね。本人に合いそうやけど、でもなんとなく本人は買わなさそうなものをあげるのがいいんやな。見てくださったあなたへ。読書が大好きな私が今読んでいる物語をイメージした DIY のレシピを考えたんです。世界中にこのレシピを広めたくて、こうしてボトルに詰めてみました。材料があればお試しください。どこかの島のジャスミンより。ジャスミン！ナチュラルのスクエアテーブル。ふんふん。ナチュラルのスクエアテーブルのレシピを覚えた。まだ覚えてなかったんだな。ナチュラルなスクエアテーブルは、これだ。おしゃれ。いいね、いいね。そういえばこれしばらくずっと見てなかったけど、なんか通知来とるね。これか。あ、誕生日をお祝いしよう。なるほど。肩書き、育ち盛りのヤングゲット。そして、たぬきマイルも500マイルゲット。マイデザイン作ってみませんか？がまだ埋まってない。さあ、誰が来てるかな？ワクワク。お邪魔しまーす。あ、なんだって？ジャックじゃないか。はじめまして。君はこの島の人かい？少しの間お邪魔させてもらうよ。本能の赴くままに、この島を選んだけど、正解だったよ。ここはキャンプするには最高の場所だ。うちの島に来ていただきたいんだが。めちゃくちゃうちの島に来てほしいんだけど。
せっかくのキャンプだから思い切り楽しみたいよね。すべてのしがらみから解き放たれてさ。まずは生まれたままの姿になってゼロから始めてみようかな。なんてね。はっはー。めちゃくちゃ欲しいんですけど。かわいいな。かわいいな、ジャック。いつもとは違う環境に身を置くと、今まで見えなかったものが見えるようになったりするんだ。当たり前に日常がありがたいことや、どれだけの人に助けられて今があるのか、とかさ。ジャック、君はゲームとかしない警戒、まあ、見た目的にはしなさそうだけど。どんな経験も無駄になることはない。行く先々でいろんな人や自然と触れ合い、みんな成長していくものさ。さて、この島は、僕にどんな刺激をもたらしてくれるのかな。霧。霧。おしゃれだな。そんな寝袋で寝てるとは思えないよ。この季節にこの島に来られたことを感謝するよ。秋のアイナは最高だ。今日のことは忘れないようにしっかりとしまっておくよ。心のアルバムにね。これからも更新してくれていいんだよ。僕が持ってるネクタイの学生服をかけてゲームをしないか、キリ。なんかあれだな。すべてがなんかジャックって感じやね。持ち物もすべて。もし君が勝ったらタダでプレゼントするけど。望むところだ。オッケー。じゃあゲームのルールを説明させてもらうね、キリ。お願いします。いや、説明してもらうことはないかもしれない。じゃあ説明するよ。分かってた、知ってた。はい。うわー、様になるな。クラブ。なんとなくジャックっぽい。あー、全然違った。色も形も違うよ。くそ、残念。不正解だね、キリ。今回は僕の勝ちだから何もあげられないけど、これに懲りずにまたチャレンジしてね、キリ。くっそ。キャンプの楽しみといえば、僕はやっぱり夜景だと思うんだ。同じような見た目でも場所によって星の見え方が違うし、そして空は無限に繋がっている。空を見上げるだけで一人じゃないんだって思えて励まされるんだよね、キリ。キリ。てか、そんなスーツ姿でキャンプに来るのかい。うわーん、ジャックめっちゃ欲しいよー。超欲しいよー。え、だってさ、あれじゃない？え、集まりから増えた子だよね、ジャック。あつ森から増えた子がさ、キャンプサイトに来るってさ、あんまないやん。あ、まあ私の島ではね。めちゃくちゃ欲しいんですけど。せっかくのキャンプだから思い切り楽しみたいよね。すべてのしがらみから解き放たれてさ。まずは生まれたままの姿になってゼロから始めてみようかな。なんてね。はっはー。くー。今すぐ行って連れて行ってくれんかな。これってその場で入れ替え、無理なんかな。ね、もう一回ゲームやってくれない？もう一回ゲームやってくれない？ゲームゲーム。ねえねえ、ゲームゲーム。また学生服？さっきと違う学生服？さっきなんかネクタイ付きみたいなのよらんかった？なれ、ちょっとラフになった。望むところだ。オーケー。じゃあゲームのルールを説明させてもらおうね、キリ。お願いします。待って、説明しなくていいや。何回だ。今回色だけ？ブラックで。ドヤドヤドヤ。おっしゃー、来たー。アンビリーバブル、見事的中だ。それじゃあ約束通り学生服をプレゼントするね、キリ。ネクタイは外されてしまったけれど、今回は負けちゃったけど、またリベンジさせてね、キリ。
てかあれだね、ジャックはさ、めちゃくちゃ語るけど、この島に住みたいな的なことは、お、君だけに打ち明けるよ。実はこの島に来てからやけに視線を感じるんだ。みんなとても親切だし、もしかして僕に帰らないでって思ってくれてるのかな。キリ、この島においでよそれもいいかなとは思うんだけど、ごめん、やっぱり僕にはできないよ。僕の帰るべきホームタウンはただ一つ、仲間たちが待ってくれている場所さ。でも君の気持ち嬉しかったよ。誘ってくれてありがとう。キリ、考え直せ。駅伝な服、なんか急に違うテイストの服になったね。別にいいや。よし、レッドで。きぃー、なんてことだい。2回続けてかよ。今誰も引っ越しフラグ立ってないよね。これ誰か引っ越しフラグが立ってないとやっぱ入れ替わらんのかな。それとも誰も引っ越しフラグ今現在立ってなかったとしても、一番好感度の低いやつが出ていく仕様になっとったりとか、そういうことはないんだろうか。お、この島はいいね。何がいいって、まず空気が綺麗だろ。島からの景観も素晴らしいし、あと住民たちも幸せそうで最高だね。ここに住めばどんな困難も乗り越えられならそうな気がする。一緒に住んでみる？いやー、さっきは君の誘いを断ってしまったけれど、お、僕の心も揺らいでしまうよ。そんな風に無垢な瞳でずっと見つめられたら。オッケー、ここは一つ君を信じてこの島に移住することにするよ。そうと決まったら早速僕が島の仲間に受け入れてもらえるか、ここの案内所に聞いてくるね。キリ、これ確かあれやったよね、前も聞きに行って、で私が出て行ってほしくない人を提案されたような気がするんよね。お待たせ、この島の案内所に聞きに行ってみたところ、その答えはノーだったよ。家を建てられるほど土地が残ってないらしいんだ。だからって簡単には諦められないよ。僕がこの島の誰かと交渉することを君は許してくれるかい？いいよ。よかった。じゃあさ、アイダホ君と交渉してもいいかな。キリ。今日の主役。今日の主役。実はさっき案内所で聞いたんだ。彼だったら交渉に応じてくれるかもしれないって。ほう。なるほど。待って。これってランダムなんかな？待ってくれ。アイダホなぁ、アイダホ。別にアイダホでも悪いわけではないんだが。何？彼だったら交渉に応じてくれるかもしれない。いや、でもジャックが欲しい。入れ替えよう。よし、ここは。よし、それじゃあ早速、アイダホ君のところに交渉しに行ってくるよ。キリ。今現在こんなに祝われてるさなかなのに、なんでアイダホなら応じてくれるんだ。何が不満だったんだ。お待たせ。アイダホ君と交渉したところ、実は僕が行く前から引っ越し予定だったみたいで、心よく OK してくれたよ。なんで引っ越す予定だったんだ。今めちゃくちゃ楽しいパーティーの真っ最中じゃねえか。これで僕たち同じ島の仲間だね。改めまして、僕はジャック。君はアイナ君だね。引っ越してくる日が楽しみだよ。これからよろしくね、アイナ君。よろしく。はあ、できれば一徹が良かったんだけども。まあ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 、でもあれか、候補的に順番に並べるとしたら、下から2番目は間ほかな。まあそれならね、一徹がおらんくなった後も、もしうわーこの子めっちゃ欲しいってなったら、次の候補は間ほだったわけだから、まあしょうがないとするか。いや、やっぱりさ、今日が誕生日っていうのがすごくね、まだ今日が誕生日じゃなければ、
まだ楽しんでんじゃないの、楽しんでないの、もう誕生日だよね。ちょっとお邪魔するよ。はあ、さっきのパーティーがパーティーが終わったと同時に全ての家具を片付け、なんてドライなんだアイダホや。アイダ、実はオイラ引っ越すことにしたんだ。話すタイミングがなくて悪かったけど、最後に会えてよかったよ。お前のこと忘れないから、オイラのことも忘れるなよ、の心。悲しいな、とてもあっさりしている。めちゃくちゃドライだったアイダホ。もうマミーさんも解散して、そうかそうか。あ、でも下から言うとあれかな、一徹アイダホ、そうだな、次は一徹だといいな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、多分こう自分の希望のキャラクターをこの候補としてあげてもらうっていうこともできるんやと思うんやけど、多分ね、一回名前が出てしまったら、どうなんやろ、確定するんじゃないんかな、そこで。多分データをちょっと巻き戻してとか、そういう作業が必要になってくるような気がする。とりあえず今回は、そのまんま、アイダホっていうことで言ってもらったけど。まあでもジャックが来るのは楽しみやね。ウキウキして待っとこう。